随分と沈んだ顔だな。いいのか、この国の王がそんなに暗くて。お前の前以外ではこんな顔はしない。それは光栄です、陛下。こんな時こそ不安な顔を見せずに民を安心させるべきというお前の言い分もわかるが、そろそろ限界だな。国民は愚かではない。王都の民の耳にさえ国境の不安定な情勢は入ってくる。ああ、明日俺もまた前線へ出るよ。頼むぞ。不本意ではあるが、こちらもある程度の力を見せなければ停戦にも持ち込めまい。なんとかあっちのお偉いさんを話し合いの席にまで引っ張り出してみせるさ。それよりウリエンス、お前こそ俺のいない間ため息のつきすぎで酸欠にならないようにな。なんだそれは。誰だ。陛下、マーリンです。こちらに騎士団長殿がいらっしゃるとお聞きしたのですが。俺に用事か。マーリン、入っていいぞ。陛下にお聞きしたのですが。いいから入れ、マーリン。夜分に申し訳ありません。構わない。でもお前がこんな時間に魔術工房から出てくるなんて珍しいな。私がこれまで魔術の道をひた走ってきたのは陛下とこの国のため。このような有事に引きこもってばかりとはお役に立てません。冗談だよマーリン、そうすねるな。いや、拗ねているわけでは。ヒベルグライフが誇る天才魔導士様もこうして見るとまだまだ可愛いもんだな。当然だろう、ユーサー。マーリンはついこの間おねしょの隠蔽に火の魔術を使って部屋を燃やしていたんだから。フリエン様、あれはえらい騒ぎだったな。長き歴史を持つこのヒベルグライフ城があわや焼け落ちるところだった。ユーさんもやめてください。落ち着けマーリン。してユーサーに用途は。騎士団長殿に明日の遠征に同行する魔導士のことでご相談が。あとウバが慌てておりました。お子様が二人とも姿が見えないと。ユーサー、お前ウバに断りなく二人を連れてきたのか。すまんすまん、俺も少しくらい我が子と触れ合いたくてな。お前も同じだと思ったから連れてきたんだが、余計なお世話だったか。そうは言っていない。そんなことだろうと思ってウバには私から言っておきました。助かるよマーリン。
二人ともよく眠っていらっしゃる。この子たちには安心して暮らせる国を、幸せな未来を残してやりたい。何としても。ああ、この剣にかけて。私も全てを賭してもお二人をお守りします。マーリオ、お前は二人にとっては兄のようなものだ。いずれいろいろなことを教えてやってくれ。なんと恐れ多い。兄というには少し年が離れていますが、必ずやご期待にお応えします。さあ、アーサーってば。困ったな。起きないか。トミリロ、これを。まあ、モルドレッドのハーブ？そうか、これを塗って。えい！うわあ！おはようございます！よかった。おはよう、朝。あれ、トネリロ？モルドレッドかと思った。モルドレッドも寝坊だ。今慌てて顔を洗いに行ってる。お前も急がないと遅刻だぞ。そうだよ、アーサー、急いで。今日は試験の結果が発表になる日なんだから。あ、そうだった。急いで着替える。二人ともありがとう。城に戻った時くらい息子と触れ合う時間をくれてもいいだろう。よし、全員揃ってるか。やべ、急げお前ら。うわ、もうベイン副団長来てるよ。トネリロ、しっかりしろ、走れ。セーフ？ギリギリアウトだ。マジかよ。またお前たちは4人揃って。アーサーの寝坊か。今日はちょっと変な夢を見たような気がしまして。変な夢を見なくたって、お前は寝坊の常習犯じゃないか。
そうかも。でも今日はモルドレッドも寝坊したらしいし。人のせいにすんなよ。お前よりは早く起きたっつーの。なんだよモルドレッド、珍しいじゃん。お前も怖い夢でも見たってのか。ああ朝からうるせえ。なんだと？そこまで。遅刻の4人には後から罰を言いつけるとして、今日は前から連絡してあった通り試験の結果を発表する。試験の前にも言ったけど、これは見習い騎士として1年を過ごしたお前たちの力を試すためのものだ。試すといっても順位をつけたり誰かを落としたりすることが目的じゃない。緩みがちな気分を引き締めて己の現状を知り、新たに課題を見つけてもらうためのものだ。何ができて何ができないのか、そしてどうなりたいのか、結果をしっかりと受け止めてさらに精進してほしい。いい返事だ。さてと、順位をつけるのが目的じゃないとは言ったけど、首席だけは発表するぞ。モルドレッド。はい。おめでとう。総合評価ではお前がトップだった。ありがとうございます。とはいえ各科目では他にも優秀な成績だったやつはたくさんいたからな。ランスロット団長も全員1年ですごく成長したって感心してたぞ。これからもこの調子で切磋琢磨して国を支える立派な騎士になってほしい。立派な騎士に。そして何よりここにいるみんなはライバルであると同時にかけがえのない仲間だってことを忘れずにな。はい。よし、それじゃこの時間は基礎体力試験の振り返りをするぞ。遅刻した4人は最後に残るように。モルドレッドもペナルティは免除しないからな。はーい。くっそー悔しいな。朝ってば何回言うの。だってさ、最近やっと入団してからの戦績でモルドレッドに勝ち越したところだったのに。あ、でもまだこれでも俺の377勝375敗だから。待てよ、なんでそうなるんだ。俺の382勝377敗だろ。あ、試験の科目分全部足した。それはズルだ。ベイン副団長も言ってただろ、科目によっては他にも優秀な成績だった人いるって。それがお前とは限らねえだろ。俺じゃないとも限らないじゃないか。おいおい、罰掃除の最中に何揉めてんだよ。
またペナルティが増えたらどうすんだ。ヘンリー、手伝いに来てくれたの？そんなわけないだろ。お前たちがしっかり掃除してるかチェックしに来たんだよ。なんでお前がそんなことしに来るんだよ。ヘンリー軍団の軍団長としての務めに決まってるだろ。情けないことするなよお前たち。だからそんな妙なもんに入った覚えはねえし、気に入らねえならいつでもクビにしてくれ。モルドレッド、お前主席だったからって偉そうに油断してると、足をすくってやるからな。そういえばヘンリーは最近剣術の腕を相当上げてたな。だろ？クルス、お前は分かってるな。聞いたか、モルドレッド。はいはい、俺を気にするよりまずもうすぐ入ってくる新しい見習いたちに負けないように気をつけろよ。ああ、ベイン副団長が言ってたよね、今年も俺たちが受けたみたいな騎士団入団試験をしたって。俺たち先輩になるのか、楽しみだな。僕はちょっと不安かな。きっと僕よりも優秀な人がたくさん入ってくるだろうし。トネリロはもう少し自信を持ってもいい。ベイン副団長も言っていたが、一年の見習い課程を経て自分で思っている以上に力をつけてるはずだ。そうかなそうだといいな。あ、もうこんな時間だ。お前たちもたもたしてたら昼食いっぱぐれるぞ。それは困る、もうお腹ペコペコだよ。残りの掃除は後にして、先に食堂に行こうか。午後は座学試験の振り返りだったな。おーい、モルドレッド、何してんの？置いてくぞ。待てよ、すぐ行く。入ってくれ。失礼します。待ってたよ、モルドレッド。遅くに悪いな。そこに座って。あ、すまない、書類が。いや、大丈夫ですから、俺は立ったままで。悪いな。さて主席おめでとう。ありがとうございます。緊張しなくても叱責するつもりで呼んだんじゃない。君たちのことはいろいろとベインに任せっきりで、なかなか様子直接話を聞きたかったんだ。
試験はどうだった？ベイン副団長の言うように今の自分の課題がいろいろと見えました。君の課題って？スピードはついてきたかなと思うんですけど、バネがまだまだ足りないと思います。あともう少しパワーも欲しいし、医術や魔術はまだまだ知識も経験も全然足りないと思いました。法術なんかの遠距離は自信ありません。正直だな。でも試験は試験ですから、実践とは違うと思います。うん、そうだな。ランスロット団長もそう思うんですか？思うよ。とはいえ試験だから必要ないとも思わない。はい、そうですよね。試験の中にはこの1年で君たちが同行した実際の騎士としての任務での行動を評価したものもあったが、君たち3班はいい評価だったぞ。特に君は視野が広く状況把握能力に優れていると聞いている。そうですか、ありがとうございます。あともう一つだけ聞きたい。はい。筆記試験だが一箇所空欄があったな。強さとは何かという問いだが、これに記入しなかった理由を聞いてもいいか？それは入団試験の時に言っていたな。俺とアーサーは同じ孤児院で一緒に育って幼馴染なんです。だから社会的に弱い立場の俺たちは強くなるしか生きていく方法がなくて、そんな時に今回の白竜騎士団入団試験のことを知って、この国で一番強い騎士団に入って騎士になって二人で強くなろうって決めたんです。そして昔の俺たちみたいな弱いものを守れるようになるって。その気持ちは今も変わりません。あなたやベイン副団長を見てこんな風に強くなりたいとも思いました。でも魔物をたくさん殺せることとか剣術に優れてることとかどれもなんだかピンとこなくて、改めて考えてみるとすごく漠然としている気がしてうまく言葉にできませんでした。そうか、すみません。謝る必要はない。顔を上げろ、モルドレット。あ、はい。君が悩むのはきっとこの1年で様々な経験をして成長したからだろう。思考を止めて視野が狭くなってしまう方がよっぽど怖いと俺は思うよ。だからこれからも立ち止まらずに考え続けてくれ。はい。よし、遅くまで悪かったな。ゆっくり休んでくれ。はい、失礼します。おやすみ。
モルドレッド。おやすみなさい。ランちゃん、お疲れ。モルドレッド、どうだった？お前の言う通り、少し悩んでいるみたいだったな。やっぱりか。今のところ、アーサーたちにも何も話せてないみたいなんだよな。モルドレッドにも言ったが、悩むこと自体が悪いわけじゃない。ただモルドレッド自身も自分の悩みをつかみかねているようだから。仲間にも話しづらいのかもな。あの班の団結は強いから、あんまり心配はしてないんだけどな。俺も注意して見ておくよ。答えを直接教えるんじゃなくて、あいつらが自分自身で見つけられるように手助けできたらいいんだけど。お前ならきっと彼らを導けるよ。頼りにしてるからな、ベイン。お、サンキュー、ランちゃん。わあ、カビ臭い。まず窓を開けて空気を入れ替えた方が良さそうだね。こんなところ本当に掃除する必要あんのかよ。新しい見習いたちを迎えるにあたっての大掃除だからって。孤児院でもやったじゃん、年に一度の大掃除。自分たちが使うところを自分たちできれいにするのは当たり前のことだ。なことは分かってるって。でもこの書庫は普段使ってねえだろ。初めて来たぞ。確かに空気がすっごい淀んでる。あ、この書庫の掃除もこの前の遅刻の罰の続きなのかな。ああ、きっとそうだろう。他の奴らは食堂とか行動とか普段から使ってるところの掃除してるし。でも綺麗にすればこの書庫も使えるようになるし、頑張ろうよ。かなり広さがある。手分けしてやろう。よっし、仕方ねえからさっさとやるか。埃がすごいな。高いところは台に乗っても僕じゃ届かないし。あ、この本って聖剣物語。やっぱり聖剣の伝説についての本だ。おい、トネリロ、台俺にも貸して。で、あれ？サボってる？ああ、ごめん、違うんだ。この本がその珍しくて。聖剣物語？
聖剣ってあのおとぎ話の？うん、そうみたい。でもこの本は。おい、何サボってんだよ二人して。モルドレッド、聖剣の本だって。聖剣ってシスターが話してくれた？みんなどうかしたのか？うん、聖剣の本を見つけたんだ。聖剣、クルスも知ってるだろ、国を救った聖剣のお話。ああ、もちろん。でもこれが本当に聖剣の本なのか？俺絵本くらいしか見たことねえけど。確かにおとぎ話にしてはこの本分厚すぎるよ。字もすっごい細かいし。聖剣のおとぎ話なんて選ばれし英雄が冒険の果てに岩から聖剣を引き抜くってだけだろ。それで悪者を全部倒して国を救うんだよね。シスターにこの話してもらうの好きだったけど、こんな分厚い本に書くようなことがあるのかな。でしょ？だから珍しいなと思って。何が書いてあるんだろう。トネリロ、今は先に掃除を済ませた方がいい。あ、そうだよね、ごめん。その本が読みたいなら後でベイン副団長に頼んでみればいい。うん、そうするよ。そこまで。勝負あり。アーサーの勝ちだ。やったー！なあ、くそ！見た？俺の新技！いつの間にあんなの練習したんだよ。どう？びっくりした？いや、まだだ。まぐれかもしんねえだろ。なんだと？じゃあもう一回。ま、あれって新しく入ってきた見習い騎士たちじゃないか？わあ、大福がピカピカだ。1年前は俺たちもあんな感じだったよな。大福なんて登山試験の頃にはもうくったくたになってたじゃねえか。それもそっか。あの試験は大変だったよね。朝、骸骨が減った今がチャンスだ。ああ、ここは俺とモルドレッドに任せろ。行け、アーサー！
力を感じる。そっか、お前今までずっと苦しかったんだ。俺が今楽にしてあげるから。行くぞ。そりゃ死んでたからな。確かに大変だったけど、あそこから俺たち始まったんだって思うとちょっと懐かしいや。過去を懐かしんでる場合じゃねえぞ。大事なのはこれからだろ。分かってるって。俺は絶対に騎士団長になるんだから。それは俺のセリフだ。よし、休憩終わり。クルス、次の相手お願い。じゃあトネリロは俺とだ。ただの剣術じゃ僕モルドレッドとは勝負にならないんじゃ。いつまでもそんなこと言ってらんねえぞ。新入りの奴らに舐められたらどうすんだ。待て待て、そんなに言うなら俺が相手してやってもいいぜ。また来た。おいモルドレッド、聞こえたぞ。ゲとはなんだ。はい、そんなに仲間に入れてほしいならお前審判やって。ひょっとしてモルドレッドさんですか。は？なんだお前。俺ローリーって言います。今年の試験で入団した見習いです。わあ、後輩だ。ようこそ白竜騎士団へ。その新入りが何の用だよ。1年先輩の中ではモルドレッドさんが首席だって聞きました。俺どうしてもご挨拶したかったんです。あれ、ローリーって確かどっかの領主、子爵家の息子じゃなかったか。一応まあ俺は四男なんで爵位を継ぐ予定はないんですけどね。へえ、ヘンリーと同じ貴族出身なんだ。皆さんは訓練をされてたんですよね。俺見学してもいいですか。邪魔だ。いいじゃん別に、見てるくらいさ。そうだぞモルドレッド、お前どうしてそう冷たいんだ。あの俺。いいよ気にしなくて。ローリーだっけ。俺はアーサー、よろしく。よろしくお願いします。アーサーさんのお名前も聞いてます。そうなの。もういいだろ、さっさと訓練続けようぜ。トネリロ。アーサー、俺たちもやろう。そうだな、やろうやろう。おい俺は。お前はそこの新入りにでも相手してもらえよ。
なあなあ、ベインは何だって？ですね。去年に引き続き今年も見習いの騎士さんたちがたくさん白竜騎士団に入ってきたそうです。アーサーやモルドレッドたちが入団してからもう1年経つんだな。我が白竜騎士団では以前より気空士と関わる機会が増えている現状がある。そこで今回とある気空士の方に試験に参加してもらうことにした。俺の信頼する気空士をみんなにも紹介する。一緒に頑張ります。よろしくお願いします。ひよこ班の皆さん、お元気でしょうか？おいおい、ルリア、あいつらはもうひよこじゃねえぞ。鶏になったんだから。そうでした。ごめんなさい、ひよこさん可愛かったのでつい。あいつらにも後輩ができたってことだし、きっとますますたくましくなってんじゃねえかな。きっとそうですね。お、お手紙には続きがありますね。何何？1年目と2年目の見習い騎士さんたちの合同遠征訓練をするって書いてあります。それからその合同遠征訓練に同行してほしいそうですよ。なるほどな。で、どうすんだ？行くよな。私、皆さんに会えるのとっても楽しみです。よし、早速向かおうぜ。そうか、やはり和平は難しそうか。すまないウリエンス、俺たち騎士団の力が及ばず。いや、お前たちだけの責任ではない。それに今は悔やんでいるような時間はないぞ。そうだな、奴ら手を緩めるつもりはないらしいから。して、陛下のお考えは？フェードラッヘに救援を要請しようと思う。フェードラッヘか。急な要請が通るか。確かに我がヒベルグライフとフェードラッヘはここ数代にわたっては国交が途絶えているけれど、古き盟約によれば我らは無二の同志だ。剣持つフェードラッヘと鞘守るヒベルグライフか。伝説はともかくとして、ヨゼフ王は賢明なお人柄と聞く。
まあフェードラッヘも今ヒベルグライフが直面している問題をある程度は把握してるだろうしな。なんとか要請を受け入れてもらえるよう力を尽くそう。やれやれ、この国を守る騎士としては忸怩たる思いもあるけどな。ユウサ、こんな時こそ鞘を持って災いと痛みを鎮める英雄が現れてもいいのだろうに。鞘だけで何ができるものか俺には分からんがな。おいおい、王であるお前がそんなこと言うもんじゃないだろう。忘れてくれ、お前にしか言わないから。狭間の地カムランに出現するという聖剣の伝説、俺は結構好きだけどな。泣いてんのはどっちだ？やっぱり朝か。ほーら。朝、お前よく泣くな。見てみろ。いい子にしてるぞ。おお、よしよし。まあ、今は泣いてもいいか。いっぱい泣いて、大きく強くなれよ、朝。そんで、とこの国を。頼むからな。ことが、トネリロ。驚かせたか。大丈夫、ごめんね。僕本に夢中になってて。ずいぶん熱心だな。うん、これこの前書庫の掃除の時に見つけた本。聖剣の？ベイン副団長に許可をもらって借りてきたんだ。そんなに面白いのか？そうだね、まだ途中までしか読んでないけど、いろいろと新しいことを知ったよ。例えばこの本で聖剣はエクスカリバーって呼ばれてるんだ。多分僕たちが小さい時から聞いていたのは聖剣の伝説のほんの一部なんだと思う。こういう伝承には諸説あるものだから、他にも本があるかも。ああ、ごめん。こんなことをいろいろ調べたところで役に立たないのは分かってるんだけど。いや、謝ることじゃない。お前が知りたいなら好きに。
いたいた。クルス、隣だ。何してんだよ、こんなところで。そろそろ見回り任務に出る時間だから探しに来たんだ。ああ、そうだったね。ごめん、ありがとう。待ってくださいよ、アーサーさん、モルドレッドさん。やっと追いついた。ローリー、お前もいたのか。はい、モルドレッドさんたちといると勉強になるので。許可してねえのに付きまとってきて鬱陶しいんだけど。お、トネリノさんの思ってる本って。うん、聖剣についての本なんだけど。トネリノさんって聖剣に興味あるんだ。いや、この本を見つけたから最近になってってだけなんだけど。じゃあエクスカリバーには剣と鞘の両方があるって知ってますか？剣と鞘？剣なんだから、そりゃ鞘もセットなんじゃないの？まあ確かにそうなんですけど、皆さんが子供の時に見た絵本の聖剣って鞘はありましたか？どうだったかな、あんまり覚えてないかも。なかったかもな。そもそも岩に刺さってたんだから鞘はなしでむき出しだろう。あ、そうか、言われてみれば。ね、フェードラッヘに伝わる聖剣はもともと剣だけで鞘はないんです。けれどエクスカリバーが本当の力を発揮するのは剣と鞘が揃ってこそ。すべての悪しきものを滅する剣、すべての痛みを癒す鞘。お前なんでそんなこと知ってんだよ。俺の実家がある領地には聖剣にまつわる伝承が強く残ってるんですよ。だから人よりちょっとだけ詳しくて。すごいね、その鞘っていうのは。おい、そろそろ時間じゃないか。やべ、本当だ、急がねえと先輩たちに怒られるぞ。いいなあ、俺はまだ市中任務には出られていないので羨ましいです。そのうちすぐだよ。じゃあね、ローリー、行ってくる。はい、行ってらっしゃい。皆さんお気をつけて。どうも、ご機嫌いかがですか、偉大なる魔法使い様ラモラック。何か用か。出発前のご挨拶に来ただけですけど、また随分と散らかってますね。珍しい。物が増えすぎたから片付けていた途中だよ。ああ、貴重なマジックアイテムをそんな存在に。欲しいものがあれば持って行ってもいいよ。ま、あなたには必要ないかもしれないけど。
前から不思議だったんですけど、あなたはあなた自身が他に類を見ないほど優秀な魔術の使い手だ。確かにマジックアイテムは便利だけど、この程度のもの、あなたの力を補助するには到底力不足でしょ。それなのにあなたはマジックアイテムを作るのが結構お好きなようで。俺一人が強くてもできることに限界はあるから。なるほど、それ一理ありますね。こいつらにもあなたの手の届かないところを少し補うくらいの力はありますかね。どうだかな。俺はやっぱり形のあるものを作るのは向いていないよ。目に見えないエネルギーを操って人や物に作用を及ぼす魔術の扱いには長けているつもりでも、実体のある物質を生み出す錬金術となるとどうしても専門外だ。またまた。これだけのものを作っておいて専門外ですか。全空中の錬金術師が泣きますよ。あの奇跡の一例だけでも公になれば全空の常識を書き換えるだけのインパクトがあるでしょうに。まあそれでもあなたの本来の望みを叶えるには足りないんでしょうけど。そういえばラモラック、あなたはどうして魔術を？あなたの前で言うのは恥ずかしいですが、それなりに才能があったからですかね。あと兄や弟と同じではつまらないと思ったんで、剣以外のことがしたかったってのもあります。兄弟か。っていうかあなた僕に興味あったんですか。それほどないけど、あなたが錬金術師だったらもっと便利だったのにとは思う。さようで。どちらにせよこのフュージョンたちはただの副産物だ。あなただってフュージョンを大量に無駄死にさせたってのにダルモアではしくじったしな。いやまあそれはね、悪かったですって。まあいいよ、そう簡単に行くとは思ってない。三国同盟とやらでフェードラ兵の周囲はかなり強固に固められてしまったけど、やりようがないわけじゃない。知らず知らずのうちに内側から穴を開けられる方が、あの偽善者どもの苦しみも大きくなるだろうしな。今のうちに酔っていればいい。多くの犠牲と絶望の上に成り立つ仮初めの平和に。ではあなたのその望みを叶えるために僕はそろそろ出発しますよ。今回はお目付け役といったところですかね。ああ、あの子を頼むよ。あの子とはどっちのことですか。冗談ですよ、ちゃんとどちらもケアしますから。では行ってまいります。
マーリンさん。お腹空いた。どこで食べる？いつものところでいいんじゃないか。うまいし。メニューも多いしね。ああ、好みがバラバラな俺たちでも喧嘩せずに済む。そうと決まれば急ごうぜ。そろそろ混み始める時間だ。行こう行こう。今日は何を食べようかな。そんなこと言って、お前大体いつも同じもん頼むじゃねえか。野鳥のふわふわオムライスか、イノシシと玉ねぎの丼だよね。だって美味しいんだもん。みんなも食べてみればいいのに。誰か、そいつを捕まえて、食い逃げよう。捕まってたまるか。向かって逃げてくるとか。捕まえよう。当然。どけ！やった。捕獲完了。あ、このベルトを使って。なんでこんなガキどもに。ガキだガキだって、見た目で舐めるからこういうことになんだよ、おっさん。俺たち白竜騎士団所属の騎士です。騎士？残念だったな。このまま連行する。あのさ、おじさん、なんで食い逃げとかしたの？んなことてめえに関係ねえだろ。アーサー、どうしてそんなこと聞くの？前にさ、ランスロット団長とベイン副団長が言ってたんだ。起きてしまった争いや犯罪をどうこうするだけじゃなくて、起きないように事前に手を尽くすのも騎士の務めだって。だから俺たちも知っておいた方がいいんじゃないかって思ったんだけど。そっか、見習いとはいえ僕たちはもうこの国の騎士なんだもんね。ガキに同情されるとはつまんねえ人生だぜ。こんなことなら王都になんて来るんじゃなかった。おっさん、オートに来たばっかりか。
だったらどうした？仕事を探して大戸まで来たものの見つけられず食うに困ったってところか。よくある話なんだろうな。てめえみたいなガキに何がわかる。ついさっきガキだって舐めて痛い目見たってのにまだ言うのかよ。うるせえ。あのさ、おじさん、仕事ない人のためのなんかそういう助けるやつ。失業者保護制度がある。仕事の斡旋もしてる。そう、それ制度。よかったら窓口に紹介できると思いますけど。そこまで。どっちにしろお前はまず連行だ。それからお店の人とぶつかった女の子やおばあさんに謝って。全部終わったらまた職探しだね。あ、やっぱりそうだ。おい、お前ら。あれ。わーい、早速会えました。お久しぶりです。団長さんたち。なんだか騒がしかったから様子を見に来たんですけど。お前らが騒ぎの元か。俺たちは食い逃げ犯を捕まえただけだよ。俺たちが騒ぎを起こしたわけじゃねえって。別にこれくらい大したことないですよ。俺たち騎士ですからね。皆さんなんだかたくましくなった気がします。ところで団長さんたちはどうしてフェードラッヘに。私たちはベインさんから連絡をもらって。お前ら聞いてねえのか。聞いてないよな。そんじゃあ説明は城についてからしてもらおうぜ。お前らもその食い逃げ犯を連れていくだろ。うん、城に戻ります。それじゃあみんなで一緒に行きましょう。はあ、昼飯はお預けか。はあ、思い出したらお腹空いてきちゃった。我慢しろ、仕方ねえだろ。ん？クルス、どうかしたの？いや、なんでもない。じゃあ行こう、置いていかれちゃうよ。ああ。危ない危ない。まさか団長さんたちが来てるなんてね。団長さんたちにはこっちの姿が見られてるからな。
今回はハービン姿はやめといた方が良さそうだね。よし、1年目も2年目も全員揃ったな。白竜騎士団が新しい騎士登用の試験を始めて2年目。今年も新たなる試みをしたいと思ってる。それはここに集まってもらった1年目と2年目の見習い騎士の合同遠征訓練だ。遠征訓練。見習いのうちは王都から離れる機会もなかなかないからな。普段とは違う環境でいい経験ができるはずだ。1年生はすぐ先にいる2年生の先輩を見て具体的な目標を見定める。2年生は1年生の前で恥ずかしい姿を見せるなよ。緊張するな。というわけで合同遠征訓練の特別同行者を紹介する。レリアと言います。オイラは B。 2年生のみんなは去年の登山試験で顔を合わせたから知ってるよな。彼らは実力ある騎空士でこの年で団長を務めてる。俺だってかなわないくらいいろんな経験をしてきてるんだぞ。騎士と騎空士という立場の違いはあるけど学ぶことは多いはずだ。年齢が近い奴らも多いだろうし、積極的に交流していろんなことを吸収してくれ。仲良くしてください。よろしくな。よろしくお願いします。よし、じゃあ解散するけど出発に備えて各自しっかり準備しとくように。いやー、来てくれて本当にありがとうな。団長、B君、ルリア。気にすんなって。私たちもフェードラ兵の皆さんに会えて嬉しいです。アーサーたち、なんだかたくましくなったんじゃねえか。お？そう見えるか。やっぱそうだよな。おいおい、何喜んでんだよ。お前を褒めたわけじゃねえぞ。あいつらの成長は自分のことみたいに嬉しいんだから仕方ないだろ。ベイさんは見習い騎士の皆さんの先生でお兄ちゃんみたいですね。そんなこと言われたら照れちゃうだろ。あいつらがどう思ってるかわかんねえけど、少しでも何かを示せてたらいいなって思うよ。
しめじてるに決まってるじゃねえか。あいつらお前の背中見て育ってると思うぜ。だといいな。そうだ、みんなまだランちゃんには会ってないだろ。はい、会いたいですけど。ランスロットさん、お忙しくないでしょうか。確かに忙しくはしてるけど、ランちゃんも団長たちに会えるのを楽しみにしてたんだ。顔見せてやってくれよ。それじゃあ挨拶だけでもさせてもらおうぜ。ランちゃん喜ぶぞ。この辺りは初めて来たね。ああ、方角的に見れば俺たちの故郷と近いけど、山隔ててるしな。この山、ローリーの実家の領地なんだよな。はい、うちが訓練のために騎士団に解放したと聞いています。え、この山ローリーの家なの？庭？領地だって言ってんだろ。お前貴族のこと知らないわけじゃねえだろ。しっかりしろよ。ああそうか、なんか想像もできないからついつい分かんなくなっちゃってさ。気持ちは俺もわかります。うちの領地といってもこの辺りは俺も来たことはありませんし。ただこの山は古くカムランと呼ばれていた地域だって親から聞いたことがあります。カムラン？あれ、カムランって。ああ、やっぱりトネリロさんは知ってますか。何？どういうこと？本で読んだけど、聖剣エクスカリバーが出現した場所がカムランだったんだ。そういえば言ってたっけ、聖剣にゆかりの深い場所だとかって。カムランっていうのは古い言葉で狭間の地って意味らしいです。すごい、本当にここがカムラン？カムランってあったんだ。ワクワクしませんか？すごいよ、ここがあの伝説の舞台かもしれないなんて。そうだ、せっかくの遠征なんですし、いろいろと探してみませんか？探すって何を？まさか聖剣が本当にあるわけじゃないよな。さすがに聖剣は。でも剣が刺さっていた岩や癒しの湖とか修行の洞穴なんか。本に出てきた場所だ。はい、伝説の舞台となった場所はあるかもしれませんよね。本当にあったらすごいよ。だから探してみたら。バカなことを言うな。勝手な行動は良くない。俺たちは騎士団の訓練で来ているんだから。そんなことは知ってますけど。ごめんクルス、大丈夫だよ、訓練はちゃんと。なあ、大丈夫？トネリロ、山道意外と険しいから気をつけないとな。そうだよね。見たか？笑ったら失礼だろ、先輩だぞ。
先輩とはやれだぜ。ハービンをバカにするつもりは一切ねえけど、騎士になるには手足が短すぎるんじゃねえかな。まあな、あれじゃ剣の方に振り回されちまいそうだ。気にするな。うん、大丈夫、本当のことだしね。言わせておけばいい、奴らもそのうちわかる。ありがとうクレス。トネリドはどうしてそんなに聖剣に興味があるんだ。どうして、どうしてだろう。いざ聞かれると困るけど、なんだかワクワクするんだ。ワクワク。正しい力が正しいものの手によって正しく使われ、国を救うお話。僕が弱いから余計に思うのかもしれないけど、憧れるっていうか。現実にはそんな都合のいいことなんて簡単には起こらないって分かってるけどね。だからこそ物語は希望なんだと思うよ。そうか。モルドレッド、どうかした？ぼーっとしてたら転ぶぞ。転ばねえよ。つうかカムランってなんかどっかで聞いたことあるような気がすんなって。そう？聖剣の絵本とかに出てきたかな。いや違う気がする。モルドレッドが知ってるなら俺も聞いたことありそうなもんだけどな。多分気のせいだ。お前は気にするな。どの班も遅れてるやつはいないな。3班揃ってます。2班もです。山道に疲れてる場合じゃないぞ。そろそろ魔物の縄張りに入る。前方後方だけじゃなくて左右も索敵を怠るなよ。現在の隊列をベースにしつつ、必要があれば臨機応変に対応して動くように。あ、でも声かけは忘れるな。右翼後方寄りの1年目がちょっと遅れてきてたよな。そうだね、大丈夫かな。そっちに誰か2年目のやつを。出た！行ってるそばから。浅い！逃げるぞ！するな。次に備えろ。今の魔物は。気をつけてみんな。多分今のは石膏だよ。巣が近くにあるかもしれない。増援が来るな。地形と植生から見て多分隊列の右前方からだと思う。さすがトネリロ。
迎え撃つ。よし、囲まれないように街道沿いに横に展開しよう。了解。トネリロはそこで怪我してる新入りを頼む。分かったよ、みんな気をつけて。出せ、トネリロの読み通りだ。俺は中列のサポートに回る。2年生、これくらいさばいてみせろよ。もちろんです。行くぞ、アーサー。おう。はぁ、とりゃ。モルドレッド君、相変わらず息ぴったりですね。クルスもやるぜ。で、ちょっと待てよ。まだまだ。アーサー、先行しすぎだ。ダメだ、隊列に穴が。アーサー後ろだ。そこか。モルドレッド、平気だ、平気だから集中しろ、アーサー。ったく、バカアーサーが。よし、今日はここを野営地とする。これから各班ごとにテントの設営を行ってもらうが、その前にここまでの工程を振り返らないとな。さっきの魔物相手の戦闘、冷静に対処できたやつも、逆に思ったように動けなかったやつもいるよな。2年生はさすがによく動けてたな。期待以上だったぞ。一部連携に問題が見られる場面もあったけど、自覚してるみたいだし、そこからの立て直しは悪くなかったぞ。もちろん一人一人が力をつけることはすごく大事だ。たった一人で危機を切り抜けなくちゃいけない場面はないわけじゃないしな。でもそうなる前にどうにかできるならしたいよな。例えば
さっきのトネリロ。僕ですか。トネリロの知識と観察眼でさらなる魔物の襲撃をあらかじめ予測して備えることができた。知るってことは強いぞ。今は何より自分や仲間たちは何ができて何ができないかを知ってほしいと思ってる。その上で自分はどう戦うのか。強さにはいろいろな形がある。それを今一度考えてみてくれ。はい。綺麗こと。力がなければ所詮何も。おい、ノルドレッドさん、もしかして今の聞いて。お前の言うこと俺にもわかるよ。え？どれだけ仲間に恵まれたって結局は自分自身が力をつけないと意味ねえって思ってる。ベイン副団長の言ってることは確かに理想論でしかないのかもな。じゃああなたも副団長のこと尊敬してる。え、なんで？あの人は自分に何ができて何ができないのかきちんと分かってる人だ。そもそも俺だってお前だって何やっても一人じゃベイン副団長に絶対かなわないぞ。口で文句言う前にやることやれよ。はい。それにあの人の優しさは少しアーサーに似てるからな。皆さん、お前ら何やってんだ。石を組んで炉を作ってます。ここ俺たちの当番なんで。手慣れたもんだな。さっきの戦闘でも思ったけど、お前らずいぶん成長してんだな。ちぇ、分かってますよ。そういえばアーサー、お前もう魔物を切るのは怖くねえんだな。俺、それは前は相手が魔物でもかわいそうだって泣いてたって聞いたぞ。まあ何も感じないってわけじゃないですけど、最初は動けなくなるけどギリギリ死なない程度に加減しようとかいろいろ考えてたんだけど。それで仲間が危なくなってりゃ世話ねえからな。俺はまだまだ力が足りないから手加減しようとかそういうのは思い上がりなんだなって。でもアーサー君すごく強くなったんだなと思いましたよ。そうですか。そうかな。そうなのかも。元気ねえな。さっきモルドレッドに攻撃当てそうになったの気にしてるのか。バカアーサー、いつまでしょぼくれてんだよ。俺がお前に怪我させられるわけねえだろ。つまんねえこと気にしてないでさっさと仕事するぞ。うん、そうだよね。ごめん、俺他の班が集めてる薪を受け取ってくるよ。そっちじゃねえだろ。
さん大丈夫かな。難しいな。原因はアーサーの動きが良すぎることだから。アーサー最近本当に調子がいいもんね。時々怖いくらい。モルドレッドは器用だから、そんなアーサーの動きをいつもちゃんと見てる。でもアーサーは自分でも自分の動きを把握できてないみたいな。だからさっきみたいな連携ミスが出る。大きな怪我につながらないといいけど。これから夜間訓練を行う。危機は昼間にだけ訪れるわけじゃない。むしろ夜の方が危険は多い。昼間以上に気を引き締めて臨むように。はい。お、ルリア、いい返事だな。みんなも負けるんじゃないぞ。夜は危ないと言ったけど、具体的にはどんな危険があるか。ヘンリー。はっ。まず第一に視界が制限されることです。地形や敵の動きの把握はもちろん、味方同士の連携にも支障が出やすくなります。その通りだ、ヘンリー。俺たちは松明を灯して進んでるけど、明かりがあれば当然相手にもこちらの居場所が分かるってことになるよな。それじゃあ敵が魔物だった場合はどうだ、クルス。夜間に行動する魔物は人間よりも視覚、聴覚、嗅覚に優れているため、先手を取るのが難しくなります。火を恐れる習性を持つ魔物は多いですが、大型の中には火を全く意に介さないものも。おっと、いいタイミングで現れたみたいだな。ずいぶんと大物が出てきちまったじゃねえか。まあ、こりゃ骨が折れるかもな。俺と団長で正面。2年生の1から3班は側面からサポートを頼む。2年生の残り4から6班と1年生は周囲の警戒、怪我人が出た場合の救護を。わかりました。了解。それじゃあ行くぞ。
右だ、気をつけろ。アーサアーサーがやったか。あ、ごめん、俺アーサー、何ぼーっとしてんだ、とどめ。でも No.